第22章『静かなる三が』国元の中村にいる母から父の死を知らせてきた日杉浦徹は福と二人で小梅の製薬所へ直を訪ねて行った一度お目にかかりたいのよ前から福はそう言っていた透は初はめ房野直と行く末を誓った。 その後尚の方から早くしたにしてもだからどうなってもいいというものではない自分たちが結婚する前に一度会ってそのことを告げるのが当然であると福は言うのであるそんな必要はないのだ尚はずっと以前から福のことを知っていたその上水谷元臣を愛し愛していることをるに打ち明けているのである一生独身で通す そういっ本海と,と会って初めて女らしい愛情を知ったそれは顔色と目つきだけでも分かったあのわずかな期間ほど奈緒が女らしくはにかみやなまめかしさを見せたことはない生まれて初めて奈緒は女の喜びを知ったのだ作田海次郎の妻にはなったが女の本当の喜びは知らなかった。 トールとの関係はトールの一方的な情熱でそれも後で考えればナオの言った通り道場から出たもののようであるナオは元海にあったことで女の喜びを知り女の喜びを終わらせた今トールが誰と結婚しようがナオにはいささかの関心もないであろう房のナオはそういう女なのである」というようにトールは説明した。 服は承知しなかった。「男の方はそういうふうに気持ちの底まで見通すようなことをおっしゃるけれど女ってもっと単純なものなのよ。例えば朝の洗面の時用事や歯磨きを渡そうとしてあなたの手に服の指がちょっと触るでしょそうするとその触った指のところから体の芯の方まで何かがしびれるように広がっていくのよ。 それからこういうこともあるわえっ、ー、とそうだわこれは本当に例えばの話だけれどあなたが服のことをご覧になるわねその時あなたが「ああ今日の服は綺麗だな」って思うでしょ服はいつでも綺麗だし可愛いいよいやだ例えばの話よそれでそうあなたが思ったとするとそれが口で言われるよりもはっきり感じられるのよ そ「福は自分のことを言っているのだし彼にそれが女性に共通の感覚だとしても単純だという証拠ではなくまたなおが私の言うような女ではないという反証にもならないと」とルは笑いながら言った「難しいことは福にはわからないわ」。要するに 女は理屈ではなく感覚で物を判断するのだあなたの解釈が当たっているにしても女は女同士だからどうしても一度だけ会いたいと福は主張した10月下旬で出稽子の休みに当たる日午前9時頃に2人は昆明出かけていった福は籠に乗りトールは歩いて行ったが晴れてはいたが風が強く道からしきりに 砂ぼこりが舞い立ち、気温も低かったし大川を渡る時は震えるほど寒さを感じた「8月に味まった手脇鵜飼幸吉がやられた」と通り継がりの侍3人が話していた「今度は吉田松陰だ」トールは思わず足を緩めた「吉田松陰がやられたって今聞いてきたところだ」と前の侍が言った。 来三木三郎もやられたし福井の橋本左内もやられたそうだ「左内は遠投だと聞いたがね」「いや切腹だそうだ」「確かに遠投だと聞いたぞ」「いや切腹だ」とその侍は繰り返した大老の命令で遠投が急に死罪と改められそのまま切腹になったということだ徹は歩いている足から力が抜け危なくよろめきそうになった 橋本さないが切腹。橋本とはほんの数日の面識しかなかったけれども静かで恩和な彼の人柄は今でもはっきりと印象に残っている学問だけに没頭できるあなたが羨ましい橋本はそういったことがあった世界の事情も詳しく英米のような遠く離れた国よりも日本へ北から直にのしかかっているロシアと手を握り 満州までを提携の対象とすべきであると論じていたまた日本の将来のためには教育法を根本的に改拝すべきであり儒教よりも洋学特に科科学を教育の土台としなければならないこういう話をしながらも決して興奮したり感情に走ったりすることはなく声も言葉も常に静かでまた控えめであるように努めた。 橋本が捕らえられたのは、将軍家の顕著問題で藩皇の命に従い、髪型で朝廷関係へ奔走した戸賀によるという。藩皇が一橋義信を将軍家の陽君に押したのは、水戸成明の後ろ盾によるものであった。それで伊大郎は、まず福井藩の攻略にあたり、紀伊の義富を将軍警視に決定したということを、 承認させた藩公の松平義長は田安家ので出であって田安家は徳川三郷の一また越前は審判だから福井藩を屈服させれば刑事問題の後始末は楽にできると見たのだしかし福井藩にも藩公の動きに反対する勢力がありことが破れたと分かると藩公のために働いた家臣たちは みなその責任を取らされた。これは同じ問題で水戸成明や尾張の義勝が罰せられたことことに水戸は二老親が死罪になったのと同措置であるが橋本さないほどの人物をそんなことで死罪にするというのはあまりに過酷であり非道に過ぎるとるは思った。吾妻橋を渡ると3人の侍たちも家臣に沿って 左へ曲がった「梅田はどうした?」三3人の中の1人が聞くと前に話していた侍とは別の中年の侍が答えた「梅田源次郎は病死した」「生きていたらもちろん死罪になったろう」「彼は時常橋御門の小笠原家に預けられていたが重傷の欠気にやられて先月の下旬かに死んだそうだ」 梅田の表はまちまちだ」と一人が言った「非常に説得力のある重要な志士の一人だとも言うし単に批判公外する首都に過ぎないとも言われているその両方らしいな」と他の一人が言った「桜井は水戸でしばしば首席を共にしたそうだが弁舌も巧みであるし酔えば誘刻の死を吟じて舞いながら ぼロロ涙をこぼした「そうだそういう人間が多すぎる」と中殿の侍が言った「獅子と称して遊説に回っているものの大部分が実は食い詰めた浪人者と言ってもいいだろう勤皇は水戸家代々のお国ぶりだがそれに乗じて集まる人間は選ばなくてはならないそうだだいぶ不ろな人間がいるからな」 あの作舟の浪人だという男は梅田源次郎を崇拝しているようだが梅田が病死したのはああいう人間のためにいいことだ仮に幕府の手で死罪にでもなれば一層彼らの崇拝を煽る結果になったろうよちょっと待てと中年の侍が足を止めた向こうにいるのはそれぞれではないか。生命を言っ たのだがトールにはよく聞こえなかった見ると枕橋のところに侍たちが十人ばかり集まってこっちを見ていたこれは尋常ではないなとトールは思った成明が幕府から見席されて以来水戸藩の大墳はますます激化するばかりだというトールはそんなことは知ろうとも思わないので 詳しい事情は全くわからないが立ち止まったこちらの3人と向こうにいる侍たちの様子でこれはうっかりすると切り合いになるなと直感した彼は足を速めて籠に追いつき低い声で「後へ戻れ」と言った「籠屋は不審そうに振り返った」「戻ってくれ」とトールはまた言った「原庭の方から回って行こう」「籠屋は戻ってくれ」 すると立ち止まっていた三人の侍たちの景色ばんだ様子を見なぜ戻ったのか分かったのだろう東橋のところで原庭町の方へ曲がりながら「切れ合いですね」と先棒が言った「危ねえところだったよくお気づきになりましたね」「何かありましたの?」と籠の中から服が聞いた「なんでもない」トールは さりげなく答えた少し遠回りをするだけだ製薬所へ着くまでトールは息苦しいような不安に悩まされていた何もかも崩れてゆく川上和助の衰退を見ながらそう思ったことが今はもっと生々しく手で触れることのできる現実のように四方八方から彼を圧迫し追い詰めるように感じられた確かに。 幕府は自ら崩壊を早めているあらゆる事物をその道連れにして何もかもが崩れつつある吉田松陰を殺し雷三木三郎を殺し橋本早内を殺した長州土州殺州その他の諸藩は今鳴りを潜めているが間もなく力を結集して反撃に出るだろうその時自分たちはどうなるだろう 幕臣であった者は皆殺しにされないまでも生きる道を奪われるに相違ない」と川上は言った「誰の心にもある不安だ」「幕府が倒れて新しい生態が生まれるそれはどんな形であろうかその時自分たちに生きる道があるだろうか」「政治には関与しないという立場からこれまで対岸の人見ていたことが 今は自分もその日の県外にはいられないということを知らされたように思い徹はいくたびも深く息を吸い込んでは吐息をついたオは快く会い2人を自分の部屋へ招き入れた「私の考えていた通りの方だ」「服は座るとすぐにそう言って親しげに膝を寄せながら おきれいなこと」と服は続けた房野様のこと初めて伺った時こういう方だろうなって私思いましたのあなたのことを話す時の杉浦様のご様子をお見せしたかったおきれいなのはあなたよ奈緒は微笑しながら握り合っている服の手を優しくたたいたそれからね お聞かせしたかったのはあなたの話を初めてした時の杉浦様のお口ぶりよまあどうしてもう正直に言ってしまいますけれどね奈緒はちょっとトールの顔を見てその目に深い優しさを浮かべながら服に行った杉浦様が初めてあなたの話をなすった時 そのお口ぶりであなたを愛していらっしゃるということがよくわかりましたのもちろんご自分ではまだ気がついてはいらっしゃらなかったでしょうだからこそあんなに熱心に事細かにあなたのことが話せたのでしょうけれど初めてあなたとお会いになって傷ついた詐欺を養っていらっしゃるということをおっしゃった時私すぐにそうかとわかりましたでも それは野様のお考え過ごしよだってその頃杉浦様はあなたのことを「いえ」なおはかぶりを振って遮った私は一度嫁に行ったこともありますしその後で家出をしたり年も22になっていました女でそういう経験をし22にもなっていれば人を見る目も違ってきます ことに杉浦様は兄と近しく随分しげしげ訪ねていらっしゃったし私には気心がよく分かっていましたものそういうことで思い違いをするような恐れは決してございませんのよ。トールはそっと立って廊下へ出て行った福はそれを見た目ですぐに尚緒の顔をじっと見つめた「それではあなたは」と福がささやき声で言った。 そのために杉浦様との約束をお断りになりましたの直央は微笑しながら「いいえ」とかぶりを振ったあの方は一人で力んでいらっしゃったのよ私もあの方は好きでしたし今でも好きな気持ちに変わりはありませんわけれども好きということと結婚をする気持ちとは別ですあの方は若かったしよなれていらっしゃらなかったから 好きだだという気持ちでで一途にに結婚をお考えななっただけなんです福はどこを見るともない目つきでなおの言葉をよく考えていた「今おっしゃったこと」とやがて福が言った「そのまま信じていいでしょうか信じられないようなところがありましてそうじゃないの」と言って福は慌てて言い直した「そうじゃないんです」 私今思い出したんですけれど杉浦様のこと初めてお会いした時から好きでした初めて会った時すぐに福は杉浦様の妻になろうと決めましたのこんなこと言っていいかしらもちろんよくってよと直はうなずいた私まだ中国で周りの人たちから子供扱いにされていましたし 自分でも余っっったたれだなてて思っていたのよと福は続けたそれでもこの人の妻になろうと決めていた杉浦様からあなたとの約束を聞かされたら本当なら嫉妬心が起こるわけでしょうあなたには起こらなかったええちっとも福はコクンとうなずいたあなたのことを話す時の杉浦様の様子ときたら。 それこそもうこの世のものではないような調子でしたそれなのに福は少しも妬ましいような気持ちは起こらなかったし聞くのがかえって楽しいくらいだったのよ福はそこで司祭らしく首をかしげ不思議だつぶやき改めて自分の気持ちを確かめるように続けた福は杉浦様と一緒になって あなたがどうか杉浦様と結婚なさるようにって本気になって心配したものよあなたらしいことナオは服の手を押し放しながら愛する妹にでも笑うように笑いかけたその時はもうあなたはあの方と一心同体になっていたのねあらまさかあの方の気持ちも同じだったでしょう それだから私のことを隠さずに話せたのよ。だって杉浦様はあなたにも服のことを話したでしょ。話し方が違うの。それはもう申し上げた通りよ。そういう風に言ってくださって嬉しいわ。私、兄が一人しかいないでしょ。昔からお姉様が欲しかったんですけれど、今やっとその望みが叶えられたように思います。 欲の深いこと奈緒はそっとにらんだ夫を一めた上に、に姉まで作ろうとおっしゃるのでも欲しいんですものお茶を入れましょうね奈緒は立ち上がりながら言ったあの方にお話しすることがありますからちょっと呼んできてくださいましなはいお姉様奈緒はまた優しくにらみ服は廊下へ出ていた トールは中庭で子供たちと話していた11時から7つくらいまでの男の子と女の子たちで身なりは貧しいがどこかしらきちんとした感じだし皆明るい顔をしていた「俺来年からね奉公に行くんだよ」と少年の一人が言っていた「12になるからさ通り三丁目の呉服屋なんだ」 呉服屋でもいいのかとトールが聞き返した。玄は大川の船頭になりたかったんだろう。おじちゃん、まだ覚えてたのか玄という少年は頭をかいた。あの時はまだちっちゃかったからね。本気でそう思ってたんじゃないんだよ。玄はこの前も同じことを言ったぞ。あの時はまだちっちゃかったからって。一問遅れか。 やんにあ,ったもんなあたいはねえー、っとと女の子がトールの注意を引こうと懸命な顔つきで言ったあたいねえー、っとあたいお染ちゃんっていうのよあらいやだと別の女の子が言った自分で自分のことをお染ちゃんですってさよしよしお染ちゃんでいいよ いくつになったんだお染ちゃんはえっとねえっとその子は片手を広げその上へ右手の触手を一本のせてトールの方へ出してみせた他の子供たちが笑い六つになってもまだ自分の歳が言えないのかとからかった「よせよからかうの」とゲンが怒った「吉なんか七つになるまで言えなかったじゃないか」 女の子をいじめるのはよせよ。玄も怒るな。とトールが言った。いじめたんじゃない。小さいものは誰でもそんなことを言うんだ。お染ちゃんは泣き虫だったろう。うもう泣かないぞ、な。と玄が言い、その子はこっくりをした。そこまで聞いて、はくはルを呼んだ。自分も仲間になりたかったが。 その子供たちのあわれな身の上を知っていたし彼らとどんな風に話していいかもわからないので近づく気になれなかったのであるトールは子供たちから離れてこっちへ歩いてきたお染という女の子が「おじちゃん」と三度も呼び服と一緒に歩き出したトールがその度に振り返って手を振ると他の三人ばかりの子供も カール,ガール呼びかけたあなたは子供がお好きなのねそうでもないよ子供達もあなたのことが好きらしいわ人が恋しいんだとトールが言った誰ということはない人の好意をつなぎとめておきたいんだかわいそうだこれからの一生をトールはそこで口をつぐんだここにいるうちはまだいい これから世間へ出るようになるともっと悲しい思いをするだろうしおそらくその一生は苦しく困難なものだろうトールはそう言いたかったに違いない服はそう推察し彼がそれを口に出して言えなかった気持ちも分かるように思ったナオは茶の支度をして待っていた「歌詞は差し上げません」なおは。は 二人に茶を勧めながら言った。このお茶はもらいものですけれど、うちの新茶を取っておいたのだそうです。二人が茶をすすると、この間兄が参りまして、となおは通るに向かって言った。西五里様たちは中村へ無事に送られたそうでございます。中村へ、三人ともですか。はい、原田様 長沢様ともご一緒だと伺いましたそれはよかったトールは深く息をしたそれは本当によかった房野さんはわざわざ知らせに来られたんですか私に中村へ帰れと言うためのようでしたけれど承知しなかったんですねそれは前にはっきり申してありましたし兄も無理にとは言いませんでしたなおは そこで服を見た。お二人の祝言はいつですの年が明けたらということになってはいるんですけれどそうなるべく早い方がよろしいわね。なおは包むようなまなざしで服を見つめ徹の方は見ずに行ったお似合いのいいご夫婦ができるわどうぞいつまでもお幸せにねありがとう。 福は自信ありげに微笑み、それから「お」と言いかけた口を慌てて手で押さえた「多分お姉さまと言いかけたのであろう尚の顔をちらっと感動の走るのがうかがわれたがそれはすぐに消えた「祝言はごく質素にやるつもりである客もごくわずかな人数で別に 料理人を雇うようよななも作らない。だから房野様にも来ていただけないであろうがそれは許してもらいたいと福は言った「国の中村でもそうよ」とおは言った「大きな飢饉が二度もあって相馬家全体が潰れそうになり新司法というご政治でようやく立ち直りましたの」。それ以来ずっと、のおふれで、 祝言の式なども派手にやることは許されていないんですのよあなたはお日い柄もよくそれに江戸育ちだからいいえいいえ福は奈緒の言葉を遮った私江戸で育っても派手なことは嫌いよそれに今ではお金がどんなに大切かということも分かっているんですものこれからもっといろいろなことを知らなければならないでしょう とは言った。「お幸せにと申し上げたけれどこれから生きていくには楽しいことばかりはないわ苦しいつらい思いもしなければならないでしょうでもねお二人の心がしっかりしてさえいればそういうことの中にも幸せはあるのよそれをお忘れにならないでね」「福は従順に「はい」と答えて頭を下げた。 トールは黙って聞いていたやがて別れを告げたナ央は門のところまで送ってきたがそこですぐに引き返していったいい方だわ歩き出すより早く福はいかにも感じたという口ぶりで繰り返しそう言った本当に福が思っていた通りの方よ。 おきれいだし、おやさしいし、それにやっぱりあなたを愛していらしたのね。そうではないんだ。いいえそうよ。心底。あなたを愛していらしたのよ。服の知らないことがあるんだ。服は勘が鈍くはないのよ。物語を書くには普通の人の勘では書けないし、それに女はもともと男とは違った感を持って生まれるんですもの。 ののにいいは決してないのよそこで服は考え深げに吐いきをしたいろいろ理由をおっしゃったしほかにも水谷という方のことがあるかもしれないけれどあの方があなたを愛していらしたことは確かだあの方はご自分があなたを幸せにしてあげられないと思ってそれで理由をほかにつけてるは 笑いながら首を振った。どうやら朝顔の日記の続きになるらしいな」と彼は言った「とにかくそのことは後で詳しく話すよ」「福は厚妻橋のところで辻籠に乗った」「いい機会だから向こう島へでも行って昼の食事をして行こうかとも考えたがそんなのんきなことをしている時節ではないと思い返し」 2人はそのまま長沢町へ帰ったするとそこに中村の母からと横浜の吉岡一蔵からの手紙が届いていた午前中の講義を終わった唯一郎と通るに服が茶と菓子を勧めた時唯一郎がやや興奮した顔つきで横浜から吉岡一蔵が訪ねてきたと言い出した吉岡が え、へートールもちょっと驚いたよくここが分かったな元のところで聞いてきたそうだイチ一郎が続けていった名は聞いていたし横浜に住んでいるというので俺が出て会ってみた何か用でもあったのか杉浦に横浜へ来ないかと言うんだ洋楽をやってゆくなら江戸よりも横浜の方がいい 書物を買う便宜もあるし江戸の三井はじめ大商人の視点も増える一方だから塾の経営も楽にやれるだろうというのだ私はそうは思わないなトールはちょっと考えてから言った開校場だからいくらか便宜はあるだろうがその便宜はどこまでも公益商業のためで学問とは本質が違うと思うその上今は 外人殺傷の騒ぎまで起こっている「外人殺傷とは?」「詳しいことは知らないが」とトールは額に皺を寄せたこの7月だったか横浜でロシア施設の護衛をしてきた軍艦の士官と水兵が3人か4人やられ2人は死んだということを聞いた俺は初めて聞くぞ神奈川奉行が騒ぎを抑えたということだ 神奈川分業確か水野忠則だなロシア側から強い抗議といろいろな条件が出されたとトールは続けた襲ったのは水戸労使らしいというだけで証拠は何もないロシア使節団からは犯人の捕獲と校内からの出船を禁ずることを申し入れた同時にイギリスとオランダの領事からも横浜市の 配刀の禁止と犯行のあった町内の閉じ目を要求してきたそうだそれだけの騒ぎを抑えたのか船の出航は禁止したらしいその他の条件は全部握りつぶしたそうだし出航禁止もすぐに解かれたそうだとトールは言った「最も奉行が強気だったのはアメリカ側の密かな了解があったようだとも言われるが国交関係がひどく微妙だから ロシアでも問題をそう大きくするわけにはいかなかったのかもしれないそんなことは全く知らなかったよこういうことはまだまだ起こると思う何しろ上位という観念は日本人全体の心の中に根深く染みついているし愛国人を目の前に見るということがなかったからね俺は横浜へ移るのは反対だな手紙を置いていったよ と言ってから伊一郎は初めて思い出したように忘れていたが中村からも手紙が届いているんだ急備客だったよ伊一郎は立って机の脇の手文庫の中から二通の手紙を取り出してきたトールは中村からの手紙をまず取り上げたが宛名の脇に金五両と金送りの印のあるのを見てドキッとしたように目を見張った 父の既得だな。休備客で金を添えてきたとすれば父の病状が悪化したためおそらく帰国するようにという手紙であろうトールはそれを膝の上に置いて吉岡一三の手紙を開けてみたそれはお千と結婚することを知らせたものであった今更のようで自分ながら少子だと思うがお千が身ごもって来年の4月には子が生まれるとわかった 生まれてくる子のことを考えまたおせんの越し方を思い合わせると正式に祝言をしておきたくなったのである暇もないだろうが今月23日に式をするからできることなら祝いに来てもらいたいおせんも久しぶりに会いたがっているあらましそういう意味のことが書いてあった「お国からの手紙はどういうことですの?」。がもどかししげに促した。 吉岡が徹は喉で笑った「これはいい」「祝言ですってどなたが?」「吉岡という男です」はあ「ああ徹は服の問いかけに気づき国からの手紙はまだです」と言って母の手紙を開いたそれは既得の知らせではなく父の死を告げるものであった父は九月初めに死んだ かね瓶だらいに2杯も吐きそれが止まると間もなく絶命した吐血している間も息を引き取る時も苦しみは少しもなかった体力を消耗していたからであろうがそれだけがせめてものことだと思う残念なのは父の頑固な性分でついにお前の感動を許してくれなかったことだ 葬儀には親族が集まったのでその話を持ち出してみたが個人の意思が大切であるという意見ばかりですぐ養子の相談になってしまったそういうわけで葬儀にも法要にも呼べなかったが35日も済んだことだからもう親族からも避難される恐れはないだろう「送風の旅費はお二人には不足かもしれないがこれで帰国してもらいたい」。なお 家へ帰るのは遠慮があるから中野の常念寺へ来てもらいたい寺へは話がしてあるからと書き添えてあった「なんと書いてあって?」と福が聞いた徹は黙って手紙を渡し唯一郎に向かって行った「父が死んだそうだ唯一郎は徹の目を見つめた「先月初めのことだと書いてある俺の感動は」 許されないままだから知らせるわけにいかなかったということだご病気は腸とか聞いたように思うが胃だそうだ胃の病気が悪化して血を吐いて死んだらしいイイチ一郎は口をつぐんだ悔やまないでくれとトールは言ったイイチ一郎はうなずいてでは帰ることもできないのかと聞いたいや35日が済んだから 母さんに帰れと言ってきた「あらこれ」と福が言った「ここに旅費がお二人では不足かもしれない」って書いてあるわお二人ってどういうことですの前にあなたとのことを書いてやったと言ったでしょうではこれ服のことなの?」「が妹をにらんで言ったバカなことを言うな服」いや母はその気らしいトールは 服を見ていった父は死ぬまで俺を許さなかったから母も俺と一緒に生活することはないだろうこっちへ引き取ればいい母は承知しないよ服がおすすめしますわ私は母の気性を知っているるは服に首を振って見せながら言った手紙によると養子をもらうらしいがそうでなくとも父の意志に背くようなことはできない人だ おそらく一生父の墓守をして暮らすだろうだから今度俺を呼ぶのもこれが最後だろうし嫁としての福さんを一度だけ見たいと思ったにそういない「私お目にかかりたいわ」「そんな簡単なことではないぞ」と唯一郎が言った「まだ結婚していない2人が旅を共にすることはできないそういう意味だろうと察してトールが言った」 いや、俺は一緒に行ってもらう母の前で祝言の杯をするつもりだド道の沖にいると思うかそんなことは問題ではないと言ってトールは服に行った初めての旅はつらいが大丈夫だろうね女って男よりも強いのよと服は威張って答えたトールの受け持っている塾の方はどうするか 往復するほかに少し郷里の風物を見せたいから10日ばかり暇が欲しい「それではその間休校にしよう」ということになりそのあくる夜平石雷三郎と松浦忠を招き通ると福の内周言の杯をした吉岡一蔵には手紙で事情を告げ中村から帰ったら祝いに行くつもりだということ。 二人の結婚を喜んでいるとおせんに伝えてもらいたいことなどを書き添えた途中に気をつけてくれ出発する時伊一郎が言った雷三木三郎や吉田松陰らも残罪になったそうだうん知っている浪人の往来はにらまれているらしい杉浦は大丈夫だと思うが用心を忘れないように頼む服がいるから大丈夫よ その言葉をよく覚えておけ。と、イ郎チローは妹に言った。もう一つ。お前は少し口が多い。それにまだ甘ったれが抜けていないから。母上に会う時は慎まなければいけないぞ。トール様がいるから大丈夫よ。その口がいけないんだ。トールが笑いながら、そのくらいでいいだろう。と言った。服は服なりに自然のままがいい。 「そんなにやかましくらねえ」と言って福は急いで口を手で押さえた「唯一郎は苦笑しながらよろしく頼む」と通るに言った八丁堀を立ったのが朝の7時過ぎ福は籠に乗せて千住まで行きそこから匠村という愛の宿まで福は歩いた江戸の市中から出たのは 生まれてて初めてのことで町外れの古びた家並みやり田や畑丘や林など見るもの全てが珍しくそのために叫び声を上げたり立ち止まって眺め回したりまるで子供のように興奮して騒ぐのであったただ珍しさに興奮しているうちはまだよかったがやがて旅日記を書くということを思いつき帳面と矢立てを取り出して 村や町の名名を国名に記しまた風景や見慣れない家構えや働いている農夫や路上の子供たち物売りの風俗などの絵も描き加えた「これでは道がはかどらない」とトールは一度だけ言った「こんなことをしていたのではいつ中村へ着けるかわからないぞ」「ではあなた先にいらっしゃる?と」と服は 筆を動かしながら上の空で聞いた。福は後から急いで追いつきますわトールは黙って見ていた「どうなすってどうもしないさ」トールは微笑した「急がなくともいいからゆっくりお書き」「そうおっしゃると思ったわ」福はそう言って安心したように筆を動かすのであった初めての旅で何もかも珍しいのだそれに 日元があるわけではなし、服の好むようにさせて悪い理由はないじゃないかとトールは心の中で言った慣れてくれば飽きるさ 1> 第一日は新宿で泊まり第二日は阿鼻子で泊まった三日目に阿鼻子の宿を立ち利根川の渡し場へかかると服はそこの広い河原の景色を眺めて棒立ちになったまあ どううでしょうと福は目を見張って叫んだこれが大トネというのね見てごらんなさいあれあれが本当の川というものよねえごらんなさいよ福はトールの袖を引いたあっちから流れてあっちへ流れていくでしょう河原は広々として枯れ草が右側まで茂っている水はあんなにきれいでゴミ一つないほど澄んでいるわあの 青いいい水のきれななことをごらんなさいあれが本当の川というものよ。頬を上げた船が2艘ゆっくりと川を遡ってき福は慌てて帳面とやたてを取り出したトールは黙って見ていた福は土手を紙の方へ行き枯れ草の茂みを分けて河原へと降りていった「本当の川よか?」。 トールはそうつぶやきそっと喉で笑った「まるで白痴のように正直でまっすぐだ俺はこの上もなくよい妻に恵まれたらしいな」「その時一人の浪人者がこっちへ歩み寄ってきた砦の方から渡し船で来てトールを見つけしばらく眺めていた後にそばへやって来たのであった洗いざらした木綿島の合わせに」 古びた博多の帯、腰には脇差しだけを刺して破れた深編み傘をかぶり素足に藁草履というほとんど小敷に近い格好をしていた「私はあなたも知っている」「浪人者がそう言ったのでトールはびっくりして振り返った」「声をかけられるまで相手の来たことに気づかなかったのであるあなたも」 私に見覚えがあるはずだ。と言って浪人者は傘を脱いだ。トールは、あ、と口を開いた。相棒はひどく変わっているが、それは中上登録であった。知らないふりをするのかね。と中上は言った。私がこんな格好をしているので、話しかけられるのも迷惑というわけかね。トールは声が出なかった。 中髪は痩せ細っていた目も落ちくぼんでいるし頬肉もえぐって取ったようにこけていた皮膚は渋茶色に焼けてつやがなく薄い唇は灰色に乾いて幾筋もひび割れができていた伸びたまま無将ひげも茶色で枯れ草のように性気がなく唇の間から見える前歯はいく本か欠けていたそしてそれらの全体が 尋常ではなくどこかぼやけて焦点の狂ったような非現実的な感じを持っていた「この前はうまく逃げたね」と中上は続けた「しかし今日はそうはいかないぞ」「あんたは房野の娘の居所を知っているはずだ」「房野の娘だよ」「名前は今ちょっと忘れたがねあれは私の妻なんだ」 私の妻をあんたは盗んで逃げた。そうだろう。トールは、それは違うと言おうとしたが、中上は左手をふらふらと振り、また首を振って遮った。ダメだよ。言い逃れはよした方がいい。と言って中上はかけた前歯を剥き出し、落ちくぼんだ目をギラギラさせた。私はこの街道をずっと見張っていたんだ。丸十五年もの間ね。 十五年と六十五日もだよおかしいこれは頭が狂っているなとトールは思ったするとトールの思ったことが声になって聞こえでもしたように中神が急にいきり立った俺を気違いだというのかと彼は叫んだ俺の妻を盗んだ上にこの俺までを強人にするつもりか私はあなたを知らない とトールは言った。あなたは人違いをしているのでしょう。笑わせてはいけない。と言って中神はまた歯をむき出したが片手で額をつかみそこがひどく痛みでもするように眉をしかめた。笑わせてはいけない。と中神は繰り返して言った。いくら私が頭が鈍くなったにしても自分の妻を盗んだ相手くらい忘れはしないぞ。 俺はそれほど気が狂ってはいないなぞ。その時服の呼ぶ声がした「これはまずい」「ここで服を見つけたら中神がどんなことをするかわからないとトールは思った明らかに中神は狂っている狂った頭で服を見たらそれを尚だと信じかねないだろうそう思ったのでトールは私場の方へ歩き出しながら「あなたは人違いをしている」と静かに言った。 私は水戸家の村田というものです。向こうに同家中の者がいるから、その者のに会って確かめたらいいでしょう。待て、ちょっと待て。中上はトールの袖をつかんで振り返った。あっちで呼んでいるものがある。あれを見ろ。女がお前を呼んでいるぞ。見ると服が包みを登って、トールを呼びながらこっちへ来ようとしていた。私の連れではない。 トールはそう言いながら、中上に見えないようにして、服に手を振ってみせた。フサのの娘だと中上が言った。見つけたぞよせ人違いだトールは中上を押しとどめた。私場へ行って、水戸家の者のと会ってくれそこをどけ中上は伸び上がり、服に向かって声いっぱいに叫んだ。俺だ中上登録お前の夫だ こっちへ来い戻れ福とトールが絶叫した。ここへ来てはいけないこれは狂人だ後へ戻れなんとおっしゃって。福はそう問い返して急ぎ足になった。トールは中髪を突き飛ばして、戻れ戻れと叫びながら福の方へ走り出した。あてそうはさせんぞ中髪は後を追いながら脇差しを抜いた。 その気配を感じたのと向こうで服が立ち止まるのを認めトールは荷物を放り出して振り返った中神はすぐそこへ来ていたが浮いた脇差しは鞘のままでというよりも木刀に色を塗って脇差しのようにこしらえたものであることが分かった哀れだなトールは目の裏が熱くなるのを感じた知らない相手なら笑い出したろう 自分では刀を抜いたつもりで実は木刀を振り上げているのだ頭が狂っているとはいえ大真面目なその格好はひどく間が抜けて見えるだがトールには哀れであり悲しかった「おいよせ」とトールは言った「そんなもので人が切れるかバカな真似をするな俺は貴様を切ってやる持っているものを見ろそれは刀ではないぞ」 何と言って中神は立ち止まって持っている木刀を見たその時渡し場の方から一人の町人が何か叫びながらこっちへ走ってきた中神は木刀を見て首をかしげそれから後ろへ振り返ったトールは走ってくる男を見福の方を見た福は20軒ほど向こうで逃げ腰のままこっちを見ていた 父さん何をしているんだと駆けつけてきた男が荒い息をしながら言った男は島の着物の裾をはしょり、鉄鋼キャハンをし、振り分けの荷を肩にすげがさを持っていたそんなものを振り回してと言って男は通るを見たどうもすみません、旦那この男が何かいたしましたかあいつは。 私の妻を連れて逃げたんだと中神が言った「見ろ私の妻があそこにいるぞ」「分かった分かったそのことなら俺が旦那にお願いするから父さんは向こうへ行ってくんな」「本当か本当にお前が話をつけてくれるか?」「ああ本当だ」男は中神の手から木刀を取りそれを腰に刺してやった。 渡の方へ押し合った中上は首をかしげながら何かふに落ちないような目つきでるの方を見返り見返りノロノロと去っていった「私は小助というものです」と男は言った「い,いえ名乗っていただくには及びません」「あの男は頭がおかしくなってよくこんなバカな真似をするんです」「お腹立ちでしょうが」 どうか勘弁しててやってくださいましお前ののの身寄りのもいのええ、縁もゆかりもねえんですがあんまり気の毒なんで面倒を見てやってるんです縁もゆかりもないという言葉はトールにとって痛かった中神と同家中であり彼の狂気にも関わりのある自分が彼を知らないと突っぱねたこの男は何の縁もないのに こうしててて面倒を見てやっている。安方伝八郎がいつか中神は房の名を捜してこの街道を小じきのように奉公していると話していたがこの小助と名乗る男はそういう路上で知り合ってそのまま世話をするようになったのであろう。トールは今福と共に帰郷するという条件があり福をそんないざこざに巻き込ませたくないために。 知らないということを押し通した「これはやむを得ないことだ」「やむを得ないとは思うが」「ルは小助というその男に対して強い自責を感じた」「ほうもご迷惑をかけました」と小助は頭を下げていった「また騒ぎ出すといけませんすぐに連れて行こうと思いますからこれで失礼いたします」とルは黙ってうなずいた 今の人何服がこっちへ来ながら聞いたトールは投げ出してあった荷物を拾い「少し休んで行こう」言いながら包みを河原の方へ降りた服は待ちきれないというふうに同じことをまた聞いた「強人だそうだトールは事実が話せなかった連れの男の話によると「いや そんなことはよそうこの辺りへ腰を下ろそうかねでは福は絵を描くわ休む方がいいだろうそう根を詰めると疲れるよ女は強いのよ福は右輪の方へ行きそこから川上の景色を映し始めたトールは刀を出してふりわけの荷物の脇に置き枯れ草の上に腰を下ろした 中上登録に出会った心の動揺は静まらないばかりでなく過去のいろいろな出来事を連想させた将平校へ入学するために江戸へ出てから足掛け5年ほどの間に多くのことがあった中上の狂気などは個人的なつまらないものだしかしそのほかの出来事はほとんどこの激しい時の動きに支配されている安方が 並木第六というものを斬りその安方はまた藤信威兵を斬って自分も斬られた個人的には恨みも何もない次世の力に押し流されたのだ水谷元臣の場合も同様藩主の弟であり人に信頼されているというだけで藩政の統一を乱るとの理由で自陣させられたこれらは皆 王政復古という大変革の犠牲になったのだ幕府は今次回作用に疲れているおそらく王政復古は避けられないだろうこれからも多数の人たちが犠牲になり確たる根拠もなしに抹殺されるものが少なからず出るに相違ないこの国全体を包んで非常な暴風雨が荒れ狂っているトールは目をつむったこれからどうなるだろう 彼は目をつむったた。ままでつぶやいた俺たちに果たして将来があるだろうか俺たちに生きてゆくことができるだろうか向こうから福の呼ぶ声が聞こえトールは目を開けてそっちを見た「あれごらんなさい」「は北の方を手で示しながら叫んだ。山よ。 きれいな山。トールは目を細めた利根川の北かなり近くに大きな山が見えた今まで気が付かなかったのは雲にでも覆われていたのだろうかほぼ辺三角形の独立した山で頂上に2つの尖った峰があったそれは平野の彼方にあって頂上は緑色中腹から下は根性で染めたように。 いかにも静かに重々しくそそり立っていた「あれなんていう山?」と福が高い声で聞いたトールは首を振ってみせてから答えた「筑波さんだろう」「しかしそうではないかもしれない」「はっきりわからないよ」「筑波さんよきっと」と福が言ったきれいだわねねえ きれいでしょ。トールはうなずいた彼は山を眺め空を見上げそれから利根川の流れを見た空は薄く絹を張ったような青でところどころに白くゆっくりと段雲が動いていた川の水は澄み通って右側に近いところは底の小石がすいて見える対岸の河原も 枯れた足の茂みが広がり土手の上を一人の農夫が馬に荷車を引かせて川上の方へ歩いていた「サンガはこのようにある」トールは深く息を吸い込んだ空気がそんなに新鮮であり美味であったことに彼はほとんど驚きを感じたたとえ時勢がどう変わろうともこのサンガは動かない。 彼はまたつぶやいたいそうだ人間が苦しんだり悩んだり殺したり愛し合ったり権力の争奪に興奮したりしている時サンガはいつも変わらずこのように静かに重々しくしっかりと存在しているんだトールは自分の内部に力強い感動が湧き上がるのを感じた俺は。 自分の学問を守り抜いていくぞ。たとえ世の中がどう変わろうとも自分は自分の道を進んで行けばいいあの山があのようにあるごとくこの川の水が流れやまないようにと彼は思った「どうなすったの眠っていらしたの?」と福が呼びかけた彼は知らずにいたが 福はすぐ脇へ来て荒い呼吸をしながらいぶかしそうに彼を見つめていた「眠ってはいないさ」とフクは笑って見せた「どうしたもう書き終わったのか」「魚よ小さな魚」とフが言った「あっちで撮ったのよ生きているのよ魚を取ったって?」ててみてよ。福は。 トールの手を取って立たせながら興奮した声で言った三つ際の砂利を掘ってね小さな池をこしらえたのその中に生かしてあるのよ絵を描いていたんじゃなかったのか早く着てみてよ服は彼を引っ張った体が金色に光ってるの小さいけれどすばしこくって可愛いのよさあ早くトールは笑いながら 服に連れられてそっちへ歩き出した「天地盛大全文読み切り作者の言葉山本周五郎現代の青少年が人工片」。 オーートメーション化による就職難、人間的な尊厳の損失原始戦などの難問に直面しているように幕末明治維新の大変革時代の青少年たちも同じような不安や疑惑や絶望に当面したことと思う「私はこの小説で主役を演ずる昌平校の学生たちに託して」。 この激しい変革に当面しての不安や怯えや絶望にもめげず、自分の信念を守って、コツコツと文明を開拓していく青年たちのことを書きたいと思います。北海道新聞、昭和34年12月19日。作者の言葉。この小説、天地盛大は、昭和34年、 1959年12月から翌35年11月まで、北海道新聞、中部日本新聞、神戸新聞の3紙に連載されました。朗読はこれにて、全文読み切りとなります。ご視聴ありがとうございました。イサナチャンネルがお送りいたしました。